はいどうも皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。マリサだぜ。さて今回も原神の魔人任務をやっていくわよ。そのためには暁は稲荷にユディルックに話しかけるんだな。それでは行きましょう。アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七七星というべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは。いいんだか悪いんだか、七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はワイナリーのすぐ近くにあった。そいつを取り逃してはいけない。序章第2章、竜と自流の歌やっていくぜ。こいつらを全員倒せばいいんだね。また見たことがない奴がいるな。こいつは北斗っていう体験キャラ。そしてこのキャラめっちゃロマンがあるんですよ。それがこのカウンター。スキルを長押しで相手の攻撃を吸収できるんだな。せいやー。お、これはアビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。風流廃墟を知っているか？うん、モンドのみんなはきっと知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす韻律を僕は読み取ることができる。その韻律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか。僕はいろんないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任。もしトワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら、私が先陣を切る騎士となろう。大丈夫、まだその段階までは行ってないよ。うん？ウェンティ殿、それはつまり天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、原油野郎、それは危ないだろ。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん、面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物トリュウ。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こう。よし、英雄の紙片もいよいよ決戦のショーだ。暴風の障壁だ。ああ、もしこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん？何あれ。敵中だ、全員戦闘準備。マジかよ、ここで戦闘が起きるのか。まあでもすぐに終わらせますけどね。ふう、
ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速、今回の観客は風だけだし、弦を引くスピードを早めてもいいよね。あ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな、銀遊野郎。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？うん、あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど、行こう。うん、回り道になるけど、行こう。というわけで通れるようになったよ。口頭に入ればいいんだな。この上昇気流に乗っていけそうだな。このまま一気に行きましょう。はあ、これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば、動向の儀式を完了できるだろう。見たところ、動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置して、また様子を見てみよう。この四面体を取って、ここに装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ動向装置を探さないと、全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。めっちゃめんどいんだけど、ちゃんとやってください。へえ。さて次行きましょう。今度は簡単相談。ごめん、そんなことなかったわ。はい、終了。めっちゃカットしたな。そりゃめっちゃ時間かかりましたもん。終わったら今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はバネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。そして陣団長の理由は責任かな。で、銀遊野郎は自由だよ。君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと
彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だと、そう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ。では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。それで白竜廃墟にレッツゴー。トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒地だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。とりあえずあれを壊せばいいんだね。そのこと、よいしょ。遠くに行ってしまったな。トワリンが距離を取った。でも攻撃もしてきましたね。なんか出てったな。そのマダムから純粋な風元素を抽出。これをくぐって追いつくんだね。っていうかなんでそんなにカットしたんだよ。効果できること知らずに自分の下に出てきた奴を無視し続けたフレームを入れたいか。いいえ結構です。それではこいつもちょっと倒しちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ヒヒ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。
最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。あ、そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか。今回の任務は衛星とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような仕組みだから、今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか。じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。ああ、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。いらっしゃい、お客さん、ご注文は何にし。はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か。実力だけじゃなく騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがある。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな、静かな場所を探してたんだ。他の騎士は後片付けしてるって。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな、あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのもその統治者の仕業だ。あの手この手ってどんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に姫様と呼ばれている。まあ、情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃない？まあ、あの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペッコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、
人参とお肉のハニーソテーちょうだい。流祭も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって、天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど、うん、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して、教会には寄付金があるもの。その、いやー、天空のライアーが、アルバダス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。わからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。あら、ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な義勇士人。諦めたモンドの民、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心、集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。ウェティ！いいわ、神の心を手に入れたもの。行きましょう、騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。
あ、栄翼士、目が覚めたんだね。彼の状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力器官だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な器官はいらないんだ。その代わり神の魔力器官は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？それって、うん、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。あー、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年の芸仙儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん、逃したらまた一年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、
歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。じゃあ早く序章第2章完了ね。随分と長かったな。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録はこっち。他の動画も見てくれよ。じゃあまた次回の動画で。バイバイ。